ブレアー・ソウルとは、イギリスの競争馬及び、主母馬である。1864年のダービーステークス及び、セントレジャーステークスに優勝し、クラシックにカンバに輝いた。タネボバとしても、1872年、1873年、1875年、及び1877年の AI、リーリングサイアーに輝いた。父は、ストックウェルは、 1852年のクラシックに看板で、種ボバとしても7度のリーディングサイヤーに輝き、種ボバの皇帝と呼ばれた馬である。母ブリンクボニーは1857年のオークスとダービーステークスに優勝し、引退後はオークス三着馬ボレアリス、本馬、ブレアーアソール、アスコットゴールドカップ三着馬ブレドル部員の母となった。ブレアーアソールは母と同じように、 ウィリアム・ヤンソンによって生産、所有、調教された。ブレアー・ソウルは成長がゆっくりとした馬であり二歳戦には出走しなかったが、調教では有望な動きを見せており、馬主であるヤンソンはブックメーカーのジョン・ジャクソンからの7000ポンド、当時はダービーの一着賞金が6675ポンドであった。のオファーを断るほどであった。 周囲の評価も高く、登録のみで、出走経験のない、この馬を、ダービーでのダークホースとする者も,もいた。3歳の春になっても、歯の問題から買い食いが悪く、ディーステイクスを回避したブレアー・アソールであったが、なんとか、ダービーボンバで競争場デビューを果たすことになった。ダービーでは、8度のスタートやり直しで、レースが遅れる中、ブレアー・アソールは、序盤後方に、1取ると、 最終コーナーまで我慢をして、2000ギニー優勝バゼネラルピールが勝ったかと思われたところ、ラスト1ハロンで捉えて優勝した。また、その勝ち時計に43.6は当時のレコードタイムであった。ダービー優勝後、ブレアーソールはすぐに突伏して、当時最も価値のあるレースであったパリ大賞に挑んだ。悪天候により輸送が遅れるハプニングがあり、レース前夜に、 競馬場に到着すると、フランス皇帝も観戦する中、最後方から追い込むも勝った、バームウッドに二馬身及ばず、英仏対決にはいた、フランスの群衆を喜ばせることとなった。帰国すると、ロイヤルアスコットの1マイルのトライエになるステークス、7月には、グッドウッドのステークス、単走となったゼットランドプレートを3連勝したが、8月のグレートヨークシャーステークスでは、 体調不良のせいか、ザマイナーという馬に敗れた。迎えた9月のセントレジャーステークスではひどい雨の中、いつも通り直線で追い出されると、地元ヨークシャーの監修が見守る中いとも簡単に、ゼネラルピールに庭審査をつけて優勝した。ブレアー・アソールは、種ボバとしても成功し、シルビオ、プリンス・チャーリー、クレイグ・ミラー、チェチーリアおよびスコティッシュ・クイーンのクラシックウィナーを排出して、 1872年、1873年、1875年、および1877年の4度 AI、リーディングサイアーに輝き、1878年には200ギニーに上がったしつけ量に対してボイコットが起こるほどであった。ありがとうございます。